チー類。チー類は、菌類、主に死の王菌類のうちで、藻類、シアノバクテリアあるいは緑藻を強制させることで、自活できるようになったものである。一見では、苔ケ類などにも似て見えるが、形態的にも異なり、構造は全く違うものである。チー類というのは、陸上性で、肉眼的ではあるが、ごく背の低い光合成生物で、ある。その点で、 苔植物に共通点があり、生育環境も共通している。それゆえ多くの言語において同一視され、実際に地類の和名の多くに、苔といったものある。しかし地類の場合、その構造を作っているのは菌類である。大部分は死脳菌に属するものであるが、それ以外の場合もある。菌類は光合成できないので、独り立ちできないのだが、地類の場合、 菌種で作られた構造の内部に藻類が共生しており、藻類の光合成産物によって菌類が生活するものである。藻類と菌類は融合しているわけではなく、それぞれ独立に培養することも不可能ではない。したがって、二種の生物が一緒にいるだけと見ることもできる。ただし、菌類単独では形成しない特殊な構造や菌、藻類単独では合成しない 地位成分が見られるなど強制が高度化している。このようなことから地位類を単独の生物のように見ることもできる。かつては独立した分類群として扱うこともあり、地位植物門を認めたこともある。しかし地位の形態はあくまでも菌類のものであり、例えば重要な分類的特徴である個実体の構造は完全に菌類のものである。 また同一の地類であっても藻類は別種である例もあり、地類は菌類に組み込まれる扱いがされるようになった。現在の判断では、特殊な栄養獲得形式を確立した菌類である。国際植物命名規約では、地類に与えられた学名はそれを構成する菌類、与えられたものとみなすと定められている。菌類が藻類を確保することを地化という、地位を構成する菌類は、 死脳菌類のいくつかの分類群にまたがっており、さらに単子菌類にも存在する。したがって独立して何度かの地位類化が起こったのだと考えられている。また、死脳奉仕など優性奉仕の形成が見られないものもあり、そのようなものは不完全地位と呼ばれる。繁殖は優性生殖と無性生殖がある。優性生殖は菌の所属する群に特有の奉仕による。 多くは、死脳菌なのでこれについて説明する。死脳胞子は小さな、キノコ状の小実体を作り、そこに形成される。小実体の形は、大きくは三通りあり、皿状のらしき、壺状のひしき、溝状に細長いギレラである。胞子はその内部の死脳の中に、減衰分裂によって形成され、上に放出される。胞子が公的な場で発芽すると、藻類を取り込んで成長する。 したがって地位体を構成する菌糸は単層である。また、無性生殖のための器官として、地位体の一部を粒状や粉状の構造として、これを分離して散布するものがある。これをメコという。このようなものは内部に藻類を持って分散するので、すぐに成長を始めることができる。地位類はその形態から、養生地位類、かさぶた状地位類、 樹状地類に対別される。この分け方は必ずしも分類体系を反映するものではないが、同定する上では参考になる。見かけが苔と同じようなものであるのと同様、生育環境も苔と共通するものが多い。背の高いものが少ない点も共通である。地表、岩の上、樹皮帳などに着生するものが多い。霧のかかるようなところでは、 種類が多いことも同様である。日本の温帯林では、サルオガセが木の枝から垂れ下がるのがよく目立つ森林がある。都会でもコンクリートの表面に出るものがある。ただし、他の植物が生育できないような厳しい環境に進出できるのも地位類である。極地など寒冷な地域や火山周辺など有毒ガスの出る地域にも特殊なものが生育する。この点、地位類は、 菌類と藻類の共生体だが、そのどちらよりも厳しい環境に耐えることができる。他方、大気汚染に弱いことも指摘されている。樹皮町に着生する梅の木ゴケなどの地衣類は、自動車の排気ガスに弱く、樹木に着生する地衣類は、大気汚染の良い指標となることが知られている。例えば公園の樹木を見ても、大通り側の樹木には地衣類が着生していない。 といった現象がたやすく観察される。そういった意味では指標生物としても利用される。ルッ類は成長が遅く寿命が長い。個々の部分は特定の季節に急に出てきたりすることはなく、大体どの季節も同じような姿をしている。従って観察はどの時期にでもできる。ルッ類は基本的には菌類ではあるが、そのような感覚では 培養が難しく、また成長が非常に遅いため、そういった方法では扱いがたい。大きさは苔並みであるから、野外での観察採集が可能であるから、実際には野外で探しながら採集するのが普通の収集方法である。しかし、苔と異なり、その構造が禁止であり、一回り細かい。例えばカサブタ状地位は気質に完全に密着している。 樹皮につくものなら樹皮ごと削り取れば採集できるが、岩に張り付いているものは勝ち割らねば取れない。さらにその構造は、苔より単純であり、肉眼でも虫目鏡でも届かないレベルである。その一部は、化学物質でしか区別するのは困難である。実用的価値のあるものは少ない。サルオガセ、アスニア族の長ルオガセ、アスニアロン島や横サルオガセ。 アスニアディフラクテベインは、末類によく着生することから、将来ともいい、中国や韓国では、乾燥したものを漢方薬として用いている。利尿作用や競争作用があるという。酸性アルカリ性の判定に使うリトマス紙は、地類である、リトマスごけから得られるものである。また、ヨーロッパにおいては、古くから多くの地類が、 染色用として用いられてきた。さらに、ロウソクゴケは鮮やかな黄色をロウソクの染色に用いたためこの名がある。岩竹、バンダイキのリは食用にされる。中国では、虫ゴケ、サンノリやバーミキアラリスを乾燥させたものが茶として利用されている。この雪茶を大量に摂取したためと疑われる肝機能障害が報告されている。極地では、 花ゴケ類などが、トナカイなど、家畜の餌に利用されることもある。また、花ゴケの仲間そのままの形で緑に染めて、鉄道模型やジオラマの樹木として用いられることもある。よくしばしば外見が似る、苔植物、仙体類と混同されるが、苔植物ではない。地類は、菌類と藻類の共生生物である。大抵の場合、見分けるのはさほど困難ではない。 以下のような点が見分け、ポイントになるであろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。